みどりちゃん、終わろう。おはようございます。今日も元気な社長でございます。今日はね、久々にレジェンド登場だね。そうですね、レジェンド浜野が最高の家に売っとるで。お疲れ様です。お疲れ様です。来たなって顔しとったね、さっき。で、出た出たって顔しとったね。寝言葉どんどんって最初知らんかったでしょ。動いてる、撮るだろうみたいな顔しとったでしょ。ちょっとおしゃべりしましょう。もう帰るとこだった。いや、美味しくて3時ぐらいに愛さんが検査来るんで。待ち、はい、じゃあ俺やっていただけるわ。もうあれ、まだあれですよ、手直しは終わってないですよ。はい、帰りたいでしょ。で、町だもん、三条も町でしょ。はい、何もやないってこと。いや、あとまたその塀が、塀がもう一回乗らなかったもんね。あー、すごいね、この色。ちょっと現場見ましょうか、じゃあ。ちょっと見させてください。うわ、すごい色だね、これね。すごい。めっちゃおしゃれだね。はい。ご飯全部、窓にこう、うん、飾りがついとるんで。どうですか。あー、枠ね。はい、枠に。木 の、 ね、木の飾りがついてるんで。あの緑のやつね。はい、わ、全部何箇所取ったんですか。7箇所ですかね。うわ、これまた緑なもんね、また大変。最初もうボロボロしたもんね。これ本当や、もう、うわ、全然色違うじゃん。ハゲハゲでしたもん。本当、これで、うん、何それハゲとったの。何年色落ちるんですね。このこやつは帯もものすごい緑ですか。はい、緑ですね。やっぱ緑が落ちやすい。濃い色だもんで、抜けやすいの。なんか色によって抜けやすい色と抜けにくい色があるって言ったんですよね。めちゃくちゃ抜けてますね。赤も抜けるっていうね。うわ、本当だね、これ全然違うじゃん。はい、こんなでもともと、ほんで今これ塗って、やっぱこれも抜けちゃう。これこれはだけど、まあ新品の時って工場の塗料ってアクリルかなんかちょっと安いやつだもんね。そうですね。でうちの塗料だったら持つでしょ。そうですね。それなりにはメロック2回塗っとるんで、うん、メロックで緑作ってこれ用に買って、はい、あの金かかるな。金かかるな。ああ、すごいね。ちょっと後でじゃあちょっとぐるっと回ってくるもんであれですけど、トイとかもう全部白なんで面倒くさいですね。あ、トイも全部白。はい、ハフも白なんで。レジェンドも弱気になってるじゃないですか。ここは結構やることはいっぱいありますよ。本当。ちょっと今日のレジェンドは愚痴っぽいですね。今日のレジェンドは愚痴レジェンドやった、ね。こういうですかね。愚痴レジェンドさんになっちゃったね。アメリカン住宅っていうかヨーロピアン住宅。ヨーロピアン住宅ね。はちょっとやることが多いですね。あ、帯も普通の帯じゃないしね。はい、飾りもありますしね。あ、飾りもあるじゃん。こんなんどうやって塗るの？これは養生しました。すごい綺麗。で、これも塗ったの？塗ってないです。それブラシだったもんで。なんか言ってる。なんか。アラームショー。かわいいアラームショーって言ってた。これブラシだもんで。もう何言ってますか今。アラーム。一時ですよ。一時ですよ。はい、お忙しいですか。かわいいアラームショー。レジェンド。追加で分かってきますよ。お前そんなアラームすんなよ。そこ拾ってっちゃう俺が多いね。これ塗らないですか。プラスチックなんでこれ。あ、もう塗れない。すごい、本当だね。はい、あ、もう変に塗ったらダメ。材料さん聞いたら、うん、あんまりおすすめできないって言われたんで。あ、抜けちゃう。はい、剥がれてきますよって言って。あれ塗らんがいいよって。はい、まあそうか。こういうの古びた感じでいいしね、別に。はい、あのここのお客さんがこんなあの感じがいいって言ったもんで、うん、元の色が感じが、うん、で塗ると、まあ、艶でしょ、ね、艶消しは塗れないんで、うん、って。ああそうか。クリア塗れないかなって言われたけど、うん、プラスチックにクリアはやめた方がいいよね。めくれちゃうし、あとが汚いんで、ダサくなっちゃうもんね。はい、この感じがあるとね、うん、まあ、いい色だけどね。これ誰が決めたんですか。あのこの奥さんが、はい、相談して、レジェンドに相談しちゃった。いや、林さんの時でも可愛らしいですよ、あの緑が入って。いいですね。いいね、これ本当に。なんか足場ばらした後見たいね、これね。はい、こういうの好きなんだわ。可愛らしい感じですよ、カラフルでね。どこで塗ってもらったのってなるじゃないですか、こんだけね、色選んでもらうと。そうですね、だろう。はい、そういうの好きなんだよな、俺。こういうお家は、うん、俺だって営業やってる時に結構カラフル提案しとったわけね。あ、そうなんですか。材料なんかどうでもいいわと思って。こういうお家、色選びが面白いですよね。面白い、時間かかるだろう。はい、打ち合わせもなんか楽しいです。あ、楽しい。出来上がりも楽しみですし。ああ、そうだよな。はい、もうちゃんとお前もそんなやめたいって言っとったのに、そんなこと思っとったもん。はい。そこはやっぱ楽しかったんだ。色選びが一番仕事の中で一番いい。いや、なんか大変な時もありますけど、うん、こういう
うん、おしゃれなお家は、あ、そうだな、楽しいですね、まあ、レジェンド浜野だったらいいな、文句があるんで、はい、うるせえやつもね文句やつもねえでしょ、みんなあれね、こうで、ね、こんな色塗れんぞっつってうるせえやつもんでねよくね、あのエアコンカバーを塗るんだって言って言う人もいるけど、うちは塗るじゃないですか、はい、塗りますね。それは何言ったら、だって戸建てなんか別に賃貸じゃないもんね、はい、あの戸建て、あのアパートだとマンション所有だもんね、本当に塗ったらかんとかあるんだけど、まあ、だけど俺は大家に頼まれてること関係ないからね。 あ、そうです。あ、違う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 、賃貸だと、まあ、これカバーが家の人の所有だもんね。あ、エアコンつけた人が、エアコンのカバーだけね、うん、だから勝手に塗ったらかんだもん。だからうちはちゃんと聞いてるでしょ、塗る家と塗らん家を聞いて確認しとんだよね。そうです。で塗ってほしいって言ったら塗るんだよね、はい、でそれをコメント欄で言おう、ね、勝手に塗ったらかんやんって一回言う人だけど、そんなこと分かっとるやん俺社長だよ分かじゃないよ僕はレジェンド浜野怖いよ怒ったら俺もう怒ったら怖いかんね、はい、困ってるじゃないですか浜野さんがそうレジェンドが困ってる、さすがのレジェンドも久しぶりでなんかちょっと社長もアップデートしてるでしょ、ついてけん、ついてけんついてけんそうもう俺も自分が自分でどこにおるかよく分からなくなってくるよでもすごいね、あとこういうのが難しいですね、んラインを出すのが、あ、本当や、これ本当難しいところにまたおるね、これ、はいはい、シール入ってるね、ここシール売ってるんで、うわーこれ本当だわ。最近はもう先に一発塗ってからテープ切るんですよ、うん、でライン出して、はい、そうすると2回目楽なんで、ああやっぱ一発塗って、はい、え先に塗って壁塗る前に、はい、で養生して、ここから養生してマスク貼って、なんで一発先に塗ると楽なんですか、ラインが 出やすいんで、あもう入っとるしね、はい、一撃が色入っとるもんね、はい、あ、そういうことか、うん、で今度はもうさっとさらうだけなんで楽なんですよ。そうかそうか、2発このラインを出そうと思ったらもう涙目になっちゃうんで、あ2回に分けてやると、はい、そうか、後から塗るともうラインが大変なんですよ、ね、いろいろやり方あるんだね、はい、鈴木さんもそんなに言ってたもんね、なんか一発入れるって言ってね、二重、はい、を先に入れた方が楽ですよ。あ、もう日々研究しとんだ、やり方らしいね。どういう風が綺麗なのかなっていう。どうですか、塗り替え道の金額的には。あまり納得できない。やれない数字ではないですね。そう、はい、よくはない。普通じゃないですか。社長目の前に言えよね、カメラ回ってる時に。だけどあれでしょ、だって本当ピンから綺麗でしょ、まあ、うちうるさいでね、結構綺麗で、まあ、浜田さんが文句一切も言われんけど、もうその自分のレベルが高いんでね、まあ、やっぱいい職人悪い職人おるじゃん、いやこれじゃお客さんならせんよっていう職人もやっぱおるでね、うちも。あ、そうなんですか。まあ今おらんけど、まあ、平気で切ってまうで俺。他の人の仕事あんまり 見ないんで、うん、はい、で動画でまた見るのもあるじゃないの、はい、寺岸とか、寺岸君のは見ますね、鈴木さんとかね、はい、うん、かたまにこうやって見るといいよね、はい、みんなもねやっぱそうやって刺激になるし、ちょっと見ていこうかな、おお、あすごいじゃん、そうこういうところのラインがめんどくさいんですよね、後で。こういうとこは全部後から出さなかったもんね、ラインを、うん、わぁ、ほんとだね、はい、わぁ、すごいじゃん、これも全部やった、これまたピンクだもんね、目立つね、はい、なんかね、はい、薄い色だったらさ、そうですね、なんかわからんけど、はい、わぁ、これまたセンサーが選んだわ、これ、まあ、かわいらしいですよ、うわぁ、これ綺麗な色じゃん、はい、またこれ帯の緑と違うわ、一緒ですよ、一緒、帯と一緒です、でこれも一発塗ってこのテープを貼って、うん、ラインを出して、あ一発だけ塗って、はい、もうこれ紙テープ全部貼って、はいはい、ラインを出して、あさすがレジェンドって言われるわこれ、あとであのあダメ、ここはもうダメ込んで、うん、それダメ込みっていうのは、あ緑、はい、この何ですか、ライン出すのにローラーでいっちゃうとこっちはみ出るんですよね、ちょっと、あなるほど、はい、でここもはけ取らなかったので、要は数ミリ食っちゃうもんね、こんだけ、はい、ここら辺をちょっと 2,3 ミリ食っちゃうってことでしょ、はいはいはい、でそれを嫌だもんね、こっちにビビレーってなっちゃうんで、ああなるよね、汚いんで、うん、またハケを取って、ハケで拾っとんだ、はい、これがレジェンドやで、うちの浜野が吠えるぜこれだと吠えちゃうぜ養生が二重になるんですよね、うんうん、ここでサッシで養生して、うん、で一発塗って、うん、またここで落下テープ貼って、うん、養生かけなかもんで、あどういうことですか、どういうことですか、俺ちょっとバカだよ、全然サッシを先に養生するじゃないですか、うんうん、ラカテープ貼って、うん、でハイラインにこれテープ入れてるわね、はい、でこのそれがそのテープのラインなんで、ね、でこれを一発塗って、うん、
先に1回塗って、はい、またラインを出さなかったんで、うん、まだ落下点もあって、うん、こいつをまた養生するんですよ。帯の養生、二重の養生なんですよ。これとこれと、あ、またこれでもうマスカみたいに貼るんだ。はい、でまたこっち使うようにして、ここで、でもこっちで逃げ取るもんでいいんじゃないの。あ、でも壁塗るときか。そうです、壁塗るときまたこれ養生しない。ああ、そうか、壁塗るときにね、はい、あと先に塗り一発入れとるもんで、はい、こんなもんあれか、先に後で塗ったら全部飛んでまうもんね。そうです、そうだな、はい、そう考えよ、そうだよね。2発目は後ですよ、うん、で最後に、あ、塗っとるけど、はい、はあ、もうほぼ終わっとるね、本当に完成だね。そうですね、いい時に来たね、はい、あとは芝生ラストだけじゃん。ここは3段ありますからね。うわ、本当だね。あ、これまたでもおしゃれだわ。これでも足場バラした時が楽しみだな、これな、はい、うん、これはおしゃれ。もともとも緑だったのね。緑ですね、だけど薄剥げ取ったもんね、はい、全然違うね、はい、これだけの色とあれで際立つよね。よう選んだね。そうですね、セッサンもね、この色とこの緑が合うって思ったね、はい、うん、それセンスあるな、はい、よう選んだよ、はい、これが合うってなかなかうちの営業プランナーで何百頭見とってもなかなか選べんよ、これ。そうですね、だろう、なかなか、と思うよ、センスいい、マジで感動するわ。あ、これちょっと飛んでますよ。はい、まだ直してない。レジェンドが下手打ち。直してないです。レジェンド下手打ちで、これサムネに使おうか。レジェンド下手打ち。これだよな。トークから見たら視聴者分かる。こうやって見やね、なんかさ、ひどいようなこと言うけど、ここだよな。テントウムシがついてるレベルだよ。ここに虫が一匹ついてるけど、このレベルだよ。まあ、それぐらい完璧。だ、あ、お前ね、管理の時に浜田さんと全部やったことないか。緑なもんでないか。はい、緑ないですね、はい、ないよね、はい、もともとね、全然違うところだったんだよね。テントウムシとまたどこにいる。まさか、嘘。俺虫の話しとったら奇跡のテントウムシ。しかもテントウムシうちあれじゃん、曰く付きやん。テントウムシ、テントウムシ結構、まあお世話になっとるやん、はい、うん、まあいいや、買い流したろ。塗るんだもん。これ上塗りですか。上塗りです。下塗りだ。ピンクに下塗り。ピンクずっとこれ塗っといても、なんかやらしい気持ちになっちゃう。いや、そんなことないです。それない。だって一日中こんな色見とったらさ。そんなことはないです。申し訳ないです。お前は言っとるんだみたいなね。ハルさん、怒られちゃう。すごいな、やっぱ。塗った時は白く見えるんですけどね。でもやっぱこうやって何、まあ、これもう一発入れるって何で入れるんですか、これ。やっぱ厚みを作るために。あ、やっぱこういうとこは縁は特に入れとくってこと。2発以上入れるってことだよね。はい、だってちゃんと入れとんのもんさ。でもそういうとこもう一回来ちゃいつさらうんだ。はい、やっぱ違う。違いますね、やっぱり。何が違うんですか、やっぱ仕上がりが。このこういうのが消えるんで。ああ、そうかそうか、このね、厚みがついて、うん、この、まあ、そういうことね。やっぱね、縁が綺麗だとまた綺麗だし ね、 ね、部屋の掃除なんかもそうだよね、はい、縁が綺麗だと綺麗に見えるって言うじゃんね、掃除も。あ、まあ、覚えろよ、はい、いい奥さんだな、なんで、はい、縁を綺麗に、縁を綺麗だ、はい、これはレジェンドだろ。ちょっと偉いし、対抗者にも興味を喋るわ。そうですか。ね、俺も負けとらんぞって。塗り替え時支えとんだぞって。いや、そんなことないですよ。ね、いや、なことありますよ、本当。いい職人さんに支えられて。そうですね。それ営業もやりやすいしさ、結局職人じゃん。はい、それってあるだろ、現場にやってる時に。絶対にお客さんが喜ぶ職人っておるだろ。はい。絶対入っても喜ぶって結構おるよな、うちでも。もう安心しますもん。安心さ、切磋も分かるじゃん。はい。なんか大丈夫って。何だろうね、あれ。ダメな職人って。います？いや、もううちはいないけど。でもなんかネタバが汚いとか、なんか朝グツグツしておるとかさ、でそういうことで損する職人って多いじゃん。そうですね、朝からこうとさ、ね、はい、別に民間なもの誰にも怒られんじゃん、朝からなんか酔っ払ったみたいなさ、ね、よれたみたいな、民間の人かお前みたいな格好してきてさ、ね、多いよね、そういうのね、はい、あ、もうこれできなんか応援とかさ、俺も職人やっとったじゃないだけど、もう応援とかで初めて見てもさ、あ、こいつできんなーってなんかわかるよね。そうですね、仕事やる前からね。なんだろうね、あれね。なんか、なんかあるよね、雰囲気がありますね。雰囲気があるよね、あ、もうこれ絶対できんなーって、へ、もうある
お前らでもなんかないでもこんだけうちで働いてるもんね、職人さん見てみて、まあ、だけどお前ら完成した職人さんしか見てないからそうですね、俺ら面接とかいろんなところで弾かれてる人たちとかは見てないし、はい、で、まあ、昔はそれは俺も立ち上げの時はどんどん会社を大きくする時はやっぱりいろんな職人をって、はい、なんですかね、あの目に覇気がないんですよね。そうかもしれない、あそうかもしれない。今日はこれぐらいでいい、レジェンドのメンバー見て楽しいんだ、結構細かく映したで今日よかったんじゃない、うん、まあ、またレジェンドのメンバー見たいっていうのはありましたらですね、もう言ってください、はい、まあ、あんま嫌がるんだでもレジェンド級たちはそうそうそう、レジェンド級たちは俺は別に好きなんだけど、はい、逆にまた途中に若いやつはもう逆に絶対嫌だろうけどな結構いい子多いじゃん、うち、はい、だけど、嫌がるよね、レジェンド級にやってくると、もう逆にもうなんかまあ別にいいよ、みたいないやいや、まあ、まあまあいいよ、みたいなそうそうそう、まあ、いろんな職人さんまたいますんで、ぜひ、はい、まあ、ちょっと俺もその風がちょっと違う、新規の職人も結構男なんで、この間もちょっと撮ったじゃん、はい、まあ、味噌嵐、はい、あのちょっとやつ、ね、はい、うん、まあ、そういうのも撮ってきますんで、ぜひそちらの方も見てください、はい、まあ今ちょっともうちょっと今日はじゃあトークをやめときで、あの宣伝だけボボンと貼っておきますんで、はい、うん、そちらの方もぜひよろしくお願いします。はい、浜さん一緒に、あ、はい、ちょっと待ってくださいね、そうなんですよ、もう終わります、またねさすがだ、手だと思う、口を動かしても手だと思う、ちゃんと奥でな、はい、またねもう奥でな、はい、どうですか、たまの YouTube どうですか、まあたまにはいいと思いますけど、顔が引きつっとるじゃないですか、たまにはたまには、はい、ありがとうございます、はい、すいません、また一緒にしまう、あんまり来てもらうと寂しいもんね本当、でも俺が完全に今日車にそこ止まったら出たーって顔しとったよないや誰かと思ったんですよ、うん、で通り過ぎて気づいたんですよ、あー車掌かーって言って、あ、そうです、申し訳ないです、またかっこいいとこ飛ばしてください、はい、またでもこれいい現場だね、これは、そうですね、はい、皆さん、またレジェンド出てくださいってコメントいっぱい入れてくれたらぜひ来るんで、はい、せーの、またねー。